ベトナム情報ウィークレス。各地の天気です。今日の幸運のヒントです。本日のメニューはこちら。外国人観光がついに解禁。ベトナム丼のデラクリスク、ハノイの伊豆、サムソンリゾート、ハノイで飲食店の規制が終了。外国人観光がついに解禁。ベトナムは3月15日国際観光を正式に再開しました。ビザ免除対象は日本を含む13カ国で最大15日滞在が可能です。同時に80カ国には30日間の電子ビザ申請を受け付け開始しました。この措置は2025年3月まで3年間有効で、日本のパスポートであれば再びビザなしで気軽にベトナムに行けるようになりました。航空会社は1ヶ月前より各国への運航を再開、停止していたサービスの再構築を続けており、準備は整ったことを各地でアピールしています。日本への国際ルートの再開とフーコックやダナンなど観光地へのルートの再開や増便も発表済みで、韓国やアジア各国の便も夏にかけて充実。ベトナム航空では7月末までに週に160フライトになる予定です。有名観光施設も稼働しており、リングループやサンワールドがサービスを提供しています。また話題のニャチャンの潜水艦アトラクションは4月に正式オープン予定です。ベトナム丼のデラクリスク、ビナキャピタルの報告書によると、ウクライナ紛争でベトナム丼が 1-2% 程度下落するリスクがあるとのことです。報告ではベトナムは石炭や肥料の 10% をロシアから輸入、またガソリンが今後 30% の上昇が予想されており、経済成長率が 1% 程度低下し 6.5% になる予測で、加えて紛争による混乱からドルが上昇しているため、インフレ率は上昇し通貨は対外的に下落するリスクに直面しているとしています。ベトナムは新型コロナ対策で多くの倒産と失業があり、連日観光を含めた経済再始動を急ぐ報道が増えています。ハノイの伊豆、サムソンリゾート。サムソンはハノイの南 150km にあるタンホア省にある沿岸都市です。韓国のサムスンとは綴りが違い、サムとソン別のワードです。 9km にも及ぶ海岸線には複数の美しいビーチがあり、近年リゾート開発も進み、五つ星ホテルとゴルフコースのある複合施設やコンベンションセンターなども整備されています。アクセスは観光バスやリムジンタクシーで行くのが最も簡単ですが、タンホア市まで鉄道で行き、そこからタクシーやバスで行く方法もあります。レンタルバイクなどで行く場合は人民まで入れい、そこから下道でタンホアへ、合わせて半日の道のりとなりますが、途中でいくつかの絶景ポイントを楽しむことができます。バスツアーの利用は現在観光経済再スタートで多くの観光会社がキャンペーンを実施していますので、ハノイからの社員旅行なども便利かもしれません。気になるグルメはタンホア料理やシーフードがおすすめです。ベトナムのガイドではビーチ近くの観光客向けのお店は味がいまいちなため、漁村寄りの地元の人が行くお店を調べていくのがおすすめとのことです。ハノイで飲食店の規制が終了。3月15日、ハノイ人民委員会のチュゴックアン委員長は条例に署名し、飲食店の規制を解除しました。ハノイでは新型コロナ感染の激増で営業は夜9時までとなっていました。また18日金曜日からはホアンキエム地区のダウンタウン歩行者天国も1年ぶりに再開されます。毎週金曜日の19から日曜日の終わりまで歩行者専用に開放されます。今日は何の日？
3月16日は国立公園指定記念日。1934年に日本初の国立公園が誕生しました。他に財務の日、16団子の日など。今日のニュースはいかがでしたか？